はい、皆さん、こんにちは。高丸でーす。ということで、今回はですね、IT 戦国時代突入か。まあ、この話題をちょっとやっていきたいなというふうに思っております。先日ですね、ツイッターで、こんなネタが話題になっておりました。ウェブ制作開発界隈ですね、供給過多なんじゃないか。まあ、こういうようなネタでした。ね、疑問を呈すような内容やったんですが、まあ、この作者さんですね、なんで、そういうふうに思ったか。ね。実はですね、最近、ウェブ制作界隈、まあ特にですね、ワードプレスの案件の低単価化が進んでて、価格崩壊が起きてるんじゃないか。まあこういうような話でしたね。なんでこういうふうなことが起こったかっていうふうな話なんですね。これはですね、プログラミングでエンジニアを目指そうと思ったらですね、実務経験、これがですね、結構重要になってくるのはご存知かと思います。IT 界隈っていうのはですね、実務がかなり重視される世界なんですよね。なんで、まあ、実務を持っているか持っていないか、これはですね、大きな差につながります。というわけで、まずはですね、これから IT 界隈に入っていくためには、どうにかして実務をゲットしなければならないというふうなところなんですよね。その中ですね、じゃあ自分自身は実務を持ってない状態で、実務をどうにかして手に入れるためにはどうすればいいのか。これはですね、価格を抑える。ね。もう最悪。ね。つまり、ただです。お金いりませんよ。実務だけ積ましてください。ね。まあ、こういうのはですね、まあ、極論ですけども、まあ、価格をできるだけ低くして、誰よりも早く案件を取得する。ね。お金は入りませんけど、実務はとりあえずゲットするぜっていうですね、こういうマインドの方が増えてきたと。まあ、僕自身それが悪いことやと思いませんけども、まあ、案件の低単価がそれによって進んできたというふうなところなんですね。で、それからですね、昨今の、まあ、プログラミングスクールとかのね、古代広告の影響であったりとか、そういう風なものがありますし、インフルエンサーがですね、エンジニアはいいぜっていうようなですね、いうような情報発信をしていることによって、どんどんね、プログラミングに興味を持って入れられた方が多くなってきたというようなところで、ワードプレスであれば、HTML、CSS、JavaScript、PHP、大体このあたりの技術がですね、まあ、似通った技術を持つ方がですね、増加してきたという風なところですね。需要と供給のね、バランスみたいな感じで言いますけども、ワードプレスをやろうと思っている大体この近辺の方たちが、まあ、増えてきたことによって価格が下がる。しかも、いや俺の方が低いぜみたいな、まあ、こういうようなですね、方が増えてきたことによってですね、どんどん下がってきたと、まあ、そういうような内容らしいですね。はあ、はあ、なるほどと。ツイッター見たらですね、毎日のように今日から HTML 始めました、今日からプロゲート始めました、今日からプログラミングを始めましたみたいな感じでですね、毎日このような新しいプログラミングを始める方っていうのがですね、すごい多いことに気づくんですよ。やっぱしそれだけですね、エンジニアを目指そうと思っている方が増えている、そういう風に感じるわけなんですよね。この動画を見ている方の中にも、これからプログラミングを始めようと思っている方は多分多くおられると思うんですが、そんな方はですね、かなりですね、ライバルの多い状態であることには違いなさそうですというふうなところで、これから始める方、未経験だとしたら、そのライバルはですね、相手結構強いですよ。例えばですね、スクール卒業であったりとか、ね、実務経験がすでに持っているとか、ね、こういう方をね、ライバルにして、それを乗り越えていかなければ勝ち目はない。これからですね、IT 戦国時代に突入っていうのは、そういう世界に皆さんはこれから足を踏み入れる、そういうことなんです。本当に楽なのか、簡単に稼げるのか、僕自身はですね、正直そういうところには疑問を持った方がいいと思っているわけなんですよ。それから YouTube で流れているインフルエンサーの情報、それからですね、スクールが流している歌い文句、ああいうのはですね、一回忘れましょう。僕自身もプログラミング4年以上やってますし、いろんなエンジニアさんとお会いさせてもらってます。リアルな声をいろいろ聞いてるんで、本当の情報をあなたに伝えることができると僕自身は思ってます。これ嘘じゃないんだね、ほんまにね。で、そんな中で僕自身が経験してきた中で、どういうことをやっていけばいいのかっていうと、正直、IT で、Web で、1000万稼ぐってなると、めちゃめちゃに難しいです。じゃあ、それをですね、どういう風にして理想のエンジニアになっていくことができるのかっていうのをですね、まあやっていきたいんですが、まずですね、自分自身に合って学習法ってあると思うんですよ。で、皆さんですね、もうシャーププロゲートね、プロゲートやられてる方非常に多いんですけど、プロゲートね、確かにいいと思いますよ、僕自身も。ただね、僕自身はノンプロゲート。僕、ノンプロゲートで育ってる子なんです。なんで、必ずしもですね、プロゲートを勉強する必要はないってことは理解してくださいね。それとですね、何かの情報源で、プログラミングを始めたらツイッターをやらなあかんみたいな情報がもしあったとしたら、それはね、一旦ね、考え直してもいいんじゃないかなって僕自身は思ってまして、ツイッターをから入ってくる情報って、ある程度ね、自分自身で制御せなあかん部分があったりとかすると思うんですよ。なんで、プログラミングをこれから始めようと思ってる初心者の方がツイッターをやってるのを見ると、僕自身、ほんまに大丈夫みたいな。
ね、ツイッターって言うたらですね、遊ぶツールじゃないですか。ね、情報を仕入れることもできますけど、やっぱ飲めに込んでしまったりとかする危険性もあったりとかするんですよね。で、確かにね、ツイッターって仲間集めには最適な方法なんですけど、仲間集めって言っても、駆け出しのエンジニアで右も左も分からへん情報で仲間集めって言っても、ちょっと正直難しい部分があるので、僕のおすすめとして、ツイッターをやるタイミングは少なくとも半年ぐらいプログラミングを経験してからツイッターを始めればいいんじゃないか。そこから情報収集しても僕自身は遅くはないんじゃないかなと。そんな感じで僕は思っております。それからですね、強みを生かすこと。例えば IT 転職なんかを目指している人っていうのは、過去の経験っていろいろあると思うんですよ。自分自身の、まあ、職場の経験だったりとか、学校の経験だったりとか、サークルの経験だったりとかね、まああったりとかすると思うんですけど、そういうような強みを生かしていかなければならないですね。僕自身はですね、強みなかったんですよ。僕自身の仕事ってあんまし強みが出るような仕事じゃなかったんで、どうやったら僕自身のなんかこうオリジナリティが出るかなみたいな感じで僕自身が思ったのが YouTube でした。僕ね、これベラベラ喋るでしょ。これね、YouTube っていうか動画に向いてんちゃうかなと思って、僕自身はエンジニアを目指したわけじゃないんで、勉強がてら YouTube やろうかなというふうなところで、自分のやってる内容をアウトプットをするために YouTube を活用してみたんですよね。一番初め、今は違いますけどね、チャンネル登録お願いしますとか言っても YouTuber っぽいことやってますけど、まあ昔はですね、YouTube を使ったアウトプットなんかをやってました。で、例えばです、絵が好きなのであればデザインで絵を極めていくとか、ね、いろいろありますよね。自分自身の強みを IT に生かしていくことってもできると思いますんで、まあ自分に合った学習法であったりとか強みを生かしていったりとかしてですね、自分自身のアピールをしていくということがすごい、自分自身のですね、強みを生かしていくということがすごい重要になってくると思うんですよね。この辺は当たり前ですわ。しかしですね、もうこの先はですね、めちゃめちゃ難しい道です。相手は実務経験持ってるし、スクール卒業してる方がですね、めちゃめちゃ強いとは言いませんけども、少なくともこれからプログラミングを始める方よりは、まあ一歩リードしているというふうなところでしょう。まあそういう方たちを、まあ、ライバルにしてどうやって乗り越えていくかっていうところなんですけど、ほんまです。実際に自分自身で何かを作って運営する。これがね、一番の近道です。これね、実際に作って運営してみるだけで分かるんですけども、人からの目つきがすっごい変わります。クンシさんと一緒にね、動画撮らせていただいてますけども、クンシさんもトラボーさんも、僕のことを未経験という目線で見ないんですよね。なんでかっていうと、僕自身はサービスを開発、運営してるからなんですよ。ね。まあ、サービス開発運営してると、ほんまに未経験なんかって言われたら確かに怪しい部分もあるんですが、まあ、実際僕自身は IT 界隈で働いたことはないと、これは事実であるというふうなところですね。正直ね、僕自身は4年ぐらいかけてね、プログラミング勉強してるって言いましたけど、サービスを作って運営する、これ難しいと思うじゃないですか。小さいサイトであれば、正直1年半ぐらいあったらですね、僕自身はできると思っております。でもそれぐらいのガッツは絶対必要ですよ。ね、まず、プログラミングスクールが歌ってる短期で高収入、こういう風なことを考えてる方っていうのは、もうその考えはやめましょう。これからですね、どちらかというと、僕自身がおすすめしているのは、趣味で、長期で、楽しく、これをですね、頭に焼き付けて、ぜひですね、ライバルに勝っていくと、乗り越えていくという風なところですね。長期の目線、少なくとも僕自身は、1年以上プログラミングを勉強してみる。ね。なんで1年なんかって言ったら、まずそもそもね、3ヶ月、4ヶ月プログラミングやったところで、自分のレベルがどの程度かすらわからないんですよ。で、1年勉強して、やっと、1年で勉強した時の自分の知識ってこんなもんなんやというふうなことが分かってくるんですよね。で、ツイッターで正直ね、いいこと結構言ってる方いますよ。でもね、もうそういう方の話は一回耳を塞ぎましょう。どんだけツイッターのプロフィールにいいこと書いてあったって、ね、どんだけタイムラインがかっこいいことが流れてきたって、成果物がすべて、それが IT の世界です。これはほんまですよ。まずそもそもですね、開発をしたことない未経験の方が、開発したことのある実務経験ありの方に、正直勝つことは不可能なので、まずはですね、自分自身で開発をして運営してみる。これがもうめちゃめちゃ大きな財産になるってことは間違いないわけなんですよ。長期で考える。難しいことは理解する。ね。今までの広告とは真逆の行動をしていかなければなりませんよ。どうにかして自分自身で開発運営するまで持っていく。ここまでやってみましょう。で、ここまで頑張れる方は僕もほんまにね、応援したいと思ってますんで、ぜひですね、こういう方は、カタカタ島は無料なんで、長期間ですね、使っていただいて、趣味でも楽しめるコミュニティにしていきたいと思ってますんで、ぜひね、利用していただければなというふうに思っております。ね、最後に書いてますけど、供給方って書いてあるんですけど、5日4日前ぐらいに、僕のツイッターの DM に、DM が来たんですよ。これ IT 会社のですね、社長やってる方なんですよ。案件ちょっとこれ、お願いできませんかみたいな感じで。僕自身のツイッターの DM には、案件受注の DM が届いたりするんですよ。ってことは、ほんまにこれ、供給方なんかって言われたら、実際は、違うんですよ。
実際はほんまに入り口の部分の技術については供給過多だけども、一歩進んだ技術については未経験の僕にまで手を借りたいぐらい人手がね、足りてないんですよ。だから明るい希望を持ってください。難しいことを乗り越えれば、絶対に皆さんが思っている理想のエンジニアになれると僕自身は確信してますんで、ぜひ一緒に頑張っていければなというふうに思っております。それではですね、この動画がいいと思った方、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは今日もカタカタしていきましょう。ではまた。